ップルです。他の人の視点を見ながらハップルがあれこれ言うという視点解説シリーズ、今回はですね、伝説アルバイターのスラッシュさんですね。スプラス3の名前はクマさんだそうです。最高レートは伝説400で、荒巻ムニエルで400バッチ、ダムドンブラコで200バッチを取りました。スプラ歴は3から11月頃からだそうです。持ち武器はパブロ銀モでデュアルスイーパー、愛用ギアはクマの耳、バラ寿司ダッフル、着火ブーツサンド、いいですね。で、見ていただきたいポイント、普段縄張りやバカマに行かないこともあり、多くの武器に触れる機会があまりありません。そのため各武器に適した動き方ができているのかが気になりました。自分で見返していても武器ごとの射程を把握しきれていないように感じました。スピナー系統の扱いは特に苦手で、アルマキトリデにハイドラの編成で立つ相手に100波した以外にいい記憶がありません。なおジャイロだとどうしても画面酔いしてしまうたため、コントローラー操作でプレイしています。だそうです。いやー、いいですね。まずちょっと軽くハップルのプレイを流しながらにはなるんですけれども、まず前提として、普段縄張りバトルやバンカラマッチに行ってる人の方が多くの武器に触れる機会がないんですよ。で、実はサーモンランをプレイしてない人って XP が例えば2500とか以下の人であれば、ほんまに自分の持ってる武器以外全く使えませんみたいな人もいるんで、全然例えばね、チャージャー系持ってる人とかやったら、ね、シューターとか持っても全然動けなかったりとかしますし、ローラーとかね。そう。まあ、なので、逆に、バトルやってる人の方が武器の得意、不得意が激しいというのはあります。っていうのが一つですね。スティック操作に関しては、まあ、ハップルジャイロ操作プレイということで、スティック操作のコツっていうのはちょっとお話、まあ、ほとんどできないんですけれども、最後にね、持ち方とかに関してをちょっとお話ししようかなと思います。で、今日のテーマは射程管理ですね。そのテーマでお話ししていこうと思います。えらいなんか昭和な画質ですね。いいっすね。鮭に占領されたムニエル海洋発電所を取り返す4人のアルバイターみたいな、なんか昭和の番組とかでありそうですね。さあ、というわけでクーゲルシュライバーですね、艦長。しっかりこの壁塗っていくのは全然いいですね。で、クーゲの長射程を使って柱を倒していく、いいですね。で、鉄板をしっかり止めずに、あ、いいですね。しっかり短射程で倒して、ナゴシャケも倒して、で、柱を処理。ここはあれですね、ちょっと鉄板止めたかったですね、最初に。まあ、鉄板見てからやりたかったですね。人登ってましたしね。ジェットパック、ジェットパックジャイロオフきつそうっすね、だいぶ。しっかりと落として、最悪っすねこれ、湧き方。しっかりとボム入れていく、いいですね。こういうのってなんかもう避けること優先して着実に1個ずつ入れていくのすごい大事ですからね。焦って全部入れようとしたら肩パッドにミサイルで潰されるっていうのはあるあるなんで。そしてしっかりと、いいですね。まあ、こんだけ肩パワーいたらもうね、肩パワー生き残ってるのはもう全然しょうがないです。さあ、そしてウェーブ2トライストリンガー、これあれか、ランダム編成の時か。さあ、クマさん印のストリンガーが2人いるんで大変ですよこれ。あ、ちゃうわ、クマさん印じゃない、1人接近やったわ。トライストリンガーとクマさん印と北斎とザップですね。あ、いいですね、しっかりと落として、で、自分が降りて無理に行ったりとかせず、ここでしっかりナコシャキをある程度削っておくと。柱と鍋蓋なので、この鍋蓋を先に落としたいところだけど、あ、でも味方が言ってくれましたね。しっかりですね、トライストリンガーってノンチャの方が火力高いんで、近づかれたらパシュパシュしてる方が良かったりしますね。
これがね、できればトライストリンガーで見たくないんですけど、ああいう射標、まあ、なかなか難しいところ。別に味方さんが悪いわけでもなく、ああやって数式残っちゃいますから。しっかりモグラも処理して、パワーも倒して、 いや、いいですね。やっぱね、スティックとかでもね、スティック操作でもね、カンストしたりとかしてる人もいらっしゃったりするんで、全然ね、慣れてくれば問題なさそう。ウェーブ2クリアですね。そしてウェーブ3はノーチラス。このやろ、なんかボーナスウェーブやったら、あ、関係性ですね。ここでちょっと一旦終わっておきましょうか。まあ、とりあえず、まあ、見てみたんですけれども、射程管理ですね。とまず射程管理のコツなんですけれども、厳密に射程の端で戦おうとする必要はないんですよ。基本的には短射程、中射程、長射程で物理ぐらいの分け方でよくて、例えばボールドマーカーとかは短射程分けしてても結局さらに短いんで、まあ、物理もくっつかないとダメみたいな。ボールドマーカー、パブロ、スパッタリアタですね。で、スプラシューターとか若葉シューター、まあ若葉シューターも物理かな、とスプラシューターとかみたいに短射程ザップとかね。で、例えばスプラスピナーであったりとか、プライムシューターみたいな中射程で、クーゲル長射程モードとか、バレルスピナーとか、ハイドラントとか、スプラチャージャーも全部一くくりで長射程っていう風に、まあ分けて全然いいと思います。射程の端っこをね、行かせるようになると、こっからこれ倒せるとかいうのができるんで便利やったりとかもするんですけれども、基本的にはね、そんな厳密にならなくてもいいと思います。しかも見てる感じ普通にこれができてると思うんで全然いいと思います。で、もちろん覚えれたら覚えた方がいいですけどね。そんな厳密になる必要はなくて、でどっちかっていうと、その微調整の方法を覚えた方がいいかなというのは思いました。で、微調整が何かっていうと、これエイムをちょっと合わせれなかった時とかもそうなんですけれども、視点操作と、自分の移動でエイムを合わせます。はい。で、その操作のために何が必要かっていうと、スティック操作の場合はですね、右スティックと、B のジャンプボタンと左スティックの移動と武器発射ボタンっていうのを同時押しできる持ち方をしなくてはいけないと思うんですよ。で、見てる感じ、もしかしたらそれできてるかもしれないんですけれども、見てる感じは多分視点操作しながらジャンプしたりとかあまりしていなかったので、普通に持ってはると思うんですよね。親指でスティック持ってみたいな、で人差し指で ZR とか R を押すみたいな持ち方をしてはると思うんですけれども、ちょっとね、こちらの写真、この持ち方をね、一変してみていただければなと思います。人差し指で、まあ、B ボタンとかを押す、で中指で ZR とか R ボタンを押すっていう持ち方ですね。これいわゆるモンハン持ちって言われる持ち方に結構近い持ち方なんですよ。これであれば、視点操作を親指で繊細にしながら B ボタンでジャンプするときにジャンプして、で、まあ、R ボタンで普通に武器を打つっていうことができるので、多分スイッチライトとかでもジョイコンとかでもできるんじゃないかな。だってモンハン持ちってあれ PSP の持ち方なんでPSP でみんなできてるからできると思います。で、これを覚えてしっかりとその打ち始めた時に、あ、ちょっと遠いわってなった時に、なんかちょっと移動しながら打ったりとか、ちょっとジャンプしながら打ったりとかっていうことをできるようにしたりとか、例えば打ってる時にちょっと射程が来てて嫌やなっていう時とかにジャンプしながらちょっと逃げたりとか柱にちょっと届かへんみたいなことがあった時にジャンプしたら届く時とかも普通にあるので、そういうことができるようにするっていうのが個人的には一番いいかなと思います。ちょっとね、実際プレイしてみながら実践してみようかなと思います。で、どういうことか、キャラコンでエイムを合わせるっていうのがどういうことかっていうと、まあ、これちょっとジャイロオンなんですけれども、オフやと思っていただければ、だってオフにすればいいか、今試し打ちやし。はい、オフにしました。で、例えばなんですけれども、こうチャージをぐーっと始めた時に、こうやってちょっと下向いてチャージしちゃいましたと。で、こう上こうやって向ければいいんですけれども、なかなかこうスティックやと難しかったりするじゃないですか。で、こういう時に打ち始めてちょっと打てば、まあいけるんですよね。で、今ちょっと無意識でやっちゃったんですけど、例
例えばちょっと今右にずれてますよね。でこういう時に例えばですけれども、こうやってちょっと左にずれながらエイム合わせるみたいなことをしたりあったりとか、まあ、例えばちょっと遠くから狙ってる時とかにどんぐらい離れればやろうな、例えばこんぐらい離れたりとかすると、ちょっとずれてるとこんだけ合わせるのって結構難しいじゃないですか、現場とかで。こういう時にこうやってちょっと移動してエイムを合わせるみたいな、こういうキャラコンでしっかりとエイムを合わせていくっていうのがすごい大事になってくるかなというのを思います。これをなんかもっとだからスピード感あるようにするっていうことですね。まあ普通にちょっとバレルとか持った方が分かりやすいかな、これは。まあ、普通にこうやってこうやってって、あ、逆にねジャイロない方が酔うわ俺、あかん動かへん動かへんみたいな、こうやってねしっかり倒していくみたいな。でこれをよりスピーディーにするために、そのさっき言ってた持ち方を変えたりとかするみたいなことが必要になってくるのかなというところですね。まあ、もちろんその視点のねこういうリセットとかをしっかりと、こうやつですね、そうで好きな方向くっていうのもしっかりと入れていきたいんですけれども、まあ、まずはそのキャラコンしながらしっかりエイムを合わせるみたいなのが必要になってくるかなっていうところです。下向きすぎちゃうとか結構あると思うんですよ。でこういう時に無理にこうやって合わせようとするんじゃなくて、もうジャンプしてやるみたいな。これで例えばこうやってね同時押しするとこういう感じで、今チャージしながらジャンプしてスティックも動かしてるんですけど、慣れてくるとこの3つが同時にできると、もうより正確にエイムを合わせやすくなるかなとキャラコンの方で思います。はい、そう、これがまあ言うたらキャラコンでエイムを合わせるっていうことですね。はい、それで実際映像を見返してみると、結構あの棒立ちのまま撃とうとしてるところとかが多かったりするというところで、まあ全然それで当たるならいいんですけれども、やっぱ例えばですけども、ちょっと柱狙うときとかにそう微調整してからっていうのとかも多かったので、このキャラコンでエイムを微調整する、エイムというか射程を微調整するっていう感覚っていうのをちょっと意識してみてください。ということで今回はですね、射程管理についてをお話ししてみました。多分あの大きく問題はないんですよ。やっぱサーモンランやってるだけあって、全然ね短中長ぐらいの分かれ方は全然できてて、これ以上細かく分ける必要はない。ただその微調整をそのキャラクターコントロールでできるようになると、一気にその管理がしやすくなるかなというのはちょっと思いますかね。はい、なので、まあ、いわゆるそのモンハン持ちに近い持ち方っていうのをぜひぜひ試してみてください。ちなみにですね、あのジャイロオンにしてる方でも全然ね、例えば人差し指で R ボタンを押して、で中指で ZR を押すみたいな持ち方してる人もいるんですよ。そう、ほんならメインとボムをすぐに打ち分けられるっていうところで、で例えば、ZL と L もやって、イカとあとアサリとかイクラ投げっていうのを同時にこなすっていうことをしてる人も全然いたりとかするので、そう、中指を活用してなるべくその同時押しできるような持ち方をするっていうのも一つ手かなというのは思います。全然で多分スティック入力だけど、それがすごい大事になってきますかね。はい、まあ全然今でも問題があるというふうには思わないんですけれども、この操作に関してどうしてもね同時押ししないと無理っていう場面は出てくるので、今後きつくなればなるほどね。そう、まあ、もうちょっとスピード上げるんであれば、この持ち方っていうのは結構マストになってくるんじゃないかなと個人的には思いますね。かもう射程の感覚を完璧にして、盤面把握も完璧にして、で、立ち位置を間違えないであれば別に同乗しなくても大丈夫なんですけれどもそっちの方が多分難易度が高いと思います。なのでちょっとこれ挑戦してみてください。はい、ぜひぜひ。まあね、あの最初から現場で試すっていうよりは、なんか徐々に徐々に鳴らしていくみたいなのがいいかなと思います。最初は例えばですけれども、あの親指と中指だけで今まで通りにやってみるとかね。そう、中指で ZR と R を押して、親指で、まあ、スティックと BA を押してみるとか、で慣れてきたらそれに普通に人差し指で B を押すようにしてみるとか、一個ずつやっていくっていうのもこれ手かなと思います。はい、いう感じですかね。ただここに関してはハップルがスティック入力でプレイしているわけではないので、もしかしたらもっと効率のいい方法っていうのがあるかもしれないので、まああくまで参考程度にしていただければなと思います。でそんな感じで今回終わろうと思います。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。